戻ってきてくれたのですね。本当に本当に。え、あの、何が。よかった、よく無事で。私の子カムイ。それは僕にとって突然の出来事だった。桜の咲く春の日、白夜王国に一人の王子が帰ってきた。彼の名はカムイ。幼い頃、アンヤ王国に連れ去られたという顔も知らない僕の兄、そして母上、巫女女王にとってただ一人の本当の息子。いいですか、カムイ。あなたはこの白夜王国の王子。幼い頃、アンヤ王国にさらわれ、連れ去られてしまったのです。私はあなたの母、巫女。私たちは家族なのですよ。そんな、あなたが僕の本当の母親？嘘だ、そんなこと信じられない。ああ、そうだろうな。だがこれは本当のことだ。俺は龍馬、お前の兄だ。僕の兄さん？そうだ。しかしカムイは龍馬兄さんのことも母上のことすらも覚えていないという。それどころか、白夜王国にいた頃の記憶が一切ない様子だった。俺ははっきりと覚えている。お前がさらわれた時のことを。あの時、当時はまだ友好関係にあったはずのシュワリエ公国を訪問していた父、白夜王スメラギは突如敵に襲われた。アンヤ王ガロンの騙し討ちにあったんだ。そこで白夜王は、お前の父親は命を落とした。白夜王スメラギ、それが僕の本当の父上。本当に覚えていないのか。少しでも思い出せないか。思い出せない、何も。静まり返る王の間、母上も龍馬兄さんも困惑している。会いたいと願っていた相手に忘れられていたのだから無理もない。いなくなった兄の話はこれまで繰り返し聞いていた。会える日を皆が心待ちにしていたことも僕は知っている。けれど、幼少期の記憶なんて誰しもおぼろげなものだ。現に僕だってカムイのことを何一つ覚えてはいないのだから。匠様。匠様。ひなた、おぼろ。何をしてるんですか、こんなところで。いつもなら弓の稽古をしていらっしゃるお時間なのに。兄弟が帰ってきたみたいなんだ。お前たちも知ってるだろ。昔、アンヤ王国にさらわれた王子がいるって。それってもしかして、匠様の兄君、カムイ様ですか？じゃあ行った方がいいですよ。なんでこんなところからこっそり見てるんですか。早く、兄と弟、感動の再会を。ちょ、押すなって。いいんだよ。なんか今出て行きづらいし。それに僕、あの人のこと全然知らないしさ。焦らなくても、そのうち正式な紹介があるよ。まあ、それもそうですね。さすがは匠様、冷静なご判断です。新しい兄君と仲良くできるといいですね。そうだね、楽しみだよ。それより弓の稽古だ。いつも通り護衛を頼むよ、二人とも。はい。新しい兄と仲良くできればいい。少なくともその時の僕は本当にそう思っていた。兄弟が増えて、みんなで話すようになって、もしかしたらもっと楽しくなるんじゃないかって、そんな甘いことさえ考えていた。これからあいつにどんな感情を抱くことになるかも知らずに。ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国ドラマ CD シリーズ、匠の前日譚、カムイ帰還編。